こんばんばは思い出の一文字を形にォーコンセプトに活動しております。一文字の長澤翼です本日は新しく書いている1文字の下書きの部分ですね。では本日のタイトルは「失敗を受け止めることの難しさ」というお話です。さてまた,、えー、また当たり前のことを言う気かと思われたでしょう。そうです、当たり前のことを言いますが、失敗を受け止めることは本当に難しい。 こだい実体験として再認識しましたので話したいと思います内容は言えませんが絶対的に自分の実力が足りなくてその事実を受け止めなくてはいけない状況だったことだけお伝えします現時点では童話がいてもどうにもできない状況ってありますよね過去はあとあとネタとしていくらでも楽しめますが その時点では感情が追いつきません。どうにかしようとしてやればやるほど泥沼に沈んでいきますが悔しくて悔しくて思考と行動が大きく乖離しました結局それはどうにもなりませんでしたまあ分かっていたことですね頭ではこれは時間が解決してくれることだと分かっていたにもかかわらず行動が伴わない自分がいかに未熟かを認識したのと同時に同じような経験をしたことがある人は意外に多いのではないかと思いました 僕は30にして最大級の失敗というより失墜の経験でそれはそれは大変でした家宝は寝て待てという言葉の本質が分かったような気がしますそうです最善を尽くしたのであれば良い知らせを待つしかないのですその反面努力は結果を出さないと努力ではないという自分もいます日々感情は危険な相手だと認識しながら行動しているのにその葛藤が当時はコントロール不能になりました 冷静に考えてみれば自分の領域でどうにかできることとそうでないことを素直に受け止めればよいのです次に同じような経験をしたらすべての作業を中断して深呼吸をして充電に専念しようと決めました、えー、スマホはバッテリーが切れたらただの荷物ですからね重要なのは充電をして、えー、また使えるようにすること充電器を持っていないのに、えー、充電切れのスマホに心を奪われている場合じゃないんですねその時は充電できる環境で充電をすればいいのです そうすればまた電源は入りますからねただ、えー、電源が入っても災害レベルであればうーん、まあ、それで電波が入らないのであればもうそれは待つしかありません待つという耐えー、対忍ぶ裏で電波が入った時にはどうするかという姿勢は整えた方がいいですね結局のところ思考し発信することで自分の細胞に刻む作業が次の 縦になりますさて心臓の音が聞こえるくらいバクバクしている中で次はどんな自分が出てくるのでしょうかちょっとこれについてはワクワクしている部分もありますというわけで失敗を受け止めることの難しさというお話でしたではまた。